こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は、奈良県天理市田部町に、建築中のですね、フレルコート2およびフレルコート3のですね、建築現場の方に来ております。早速ね、こちらも今たくさんね、職人の方が働いていただいている状態なんですけども、今見えているこの一番近い建物の方がフレルコート2で、奥のですね、建物真正面に見えているものがフレルコート3になります。もう現場ではね、こううっすら幕の向こうも見えてまして、だいぶ外観の方も出来上がってきて、だいぶイメージ湧いてきた感じですね。中の方もね、まだずっと分かりにくいですね。こちら向かって右側が1階の玄関でして、向かって左側が2階の玄関となります。バルコニーもね、ここから見てると結構大きめの感じでいい感じですね。こちら立地的にもですね、今天理で一番人気 のエリアであります田部町、天理市田部町エリアに建築中の物件となりまして、非常に人気 の設備や家賃をリーズナブルにですね、設定して募集している最中でございます。予約の方はですね、随時受付しておりますので、お早めにですね、私ども賃貸の正木のホームページでご確認いただき、ご連絡いただけたらなと、そんな風に思っております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。